寝込んで働いており7月から休職しています。原因はパワハラサービス残業過重労働です。今は傷病的に暮らしています。うち病が治ったらゆうくさんは元の大手ゼネコンに行った方がいいと思いますか、それとも転職した方がいいと思いますか。元に戻った方がいいです。で、元に戻った後に何回もうつ病になって何回も傷病的をもらい続けてください。で、そうするとそのうち多分どうでもいい、そのあんまりストレスのかからない部署に要は配置換えになると思うんですよ。資料室みたいな。要は病気になった人を病気を理由でクビにすることってなかなか難しいんですよ。裁判になると多分大体負けるんですよ。なので、その仕方ないからクビにできないので、じゃあ資料室とか、じゃあ人事とか、その今までの現場とは違って、あんまりストレスがないところに切り替えるっていうところを、まあ大手だと余裕があるのでやってくれるので、なので大手ゼネコンに居続けた方がいいと思います。